フーマンはアメリカ合衆国の女優である。1912年、ジョージア州のビラリカ ENQ でアフリカ系アメリカ人の家系に生まれる。その後、ジョージアから離れ、オハイオ州で育った。幼い頃からシェイクスピア劇などを学び、1937年にコロンビア大学で演劇の学士号を得て卒業。ラジオ業界からキャリアをスタートさせ、 1947年に小さな役柄で映画デビュー。1949年にはロサンゼルスの劇場で舞台デビューも果たしている。1951年に井戸で主役級の役柄で出演し、それ以降はコンスタントに様々な映画やテレビドラマに出演。1962年にはロバート・アルドリッチ監督のサイコスリラー映画、何がジェーンに起こったか。 に出演し、ジョーン・クルフォードとベティ・デイビスと共演。ノーマンは、両者が演じる、ハドソン姉妹の家に仕える、家政婦を演じて、印象を残している。1960年代に入ると、主に、テレビドラマが活躍の場となり様々な作品へ、出演した。女優として活動するかたわら、演劇の教師として教壇にも立ち、アフリカ系アメリカ人俳優としての地位向上に、 一役買っている。1970年代以降は、エアポート77、バミューダからの脱出や、ハロウィン3などの話題作へも出演した。1998年5月2日、カリフォルニア州のサンノゼにて肺がんのため死去。85歳だった。ありがとうございます。